ネバールくんの絵本読み聞かせ食べ残しおばけピーマン嫌いにんじん嫌いしいたけ嫌いネバーネバールくんが食べ残ししているとお母さんが食べ残ししてると食べ残しおばけが来るわよ 知らないネバーおやつ食べるネバよーご飯を食べ残したネバールくん。夜になってお腹が減ってしまいました台所に行ってみると、えーんえーん泣き声が聞こえますネバールくんは台所こっす 一人覗いてみましたするとネバールくんが食べ残した人参、ピーマン、椎茸がへ、えーん、へ、えーんと鳴いていますびっくりしたネバールくんはよく見てみるとそこには食べ残しを食べている食べ残しお化けがいたのよ 食べ残しおばけはえーん!え」ー、と泣きながらネパールくんの食べ残しを食べていました食べ残しおばけは食べ残しを食べれば食べるほどどん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 大きくなります大きくなっていく食べ残しおばけを見て「えー、ん!」 してしまったネバールくん振り返った食べ残しお化けと目が合いました急いで布団トに戻ったネバールくんはガタガタ震えてしまいましたなぜなら泣きながら食べ残しを食べて大きくなっていた食べ残しお化けはお母さんだったのです ネバールくんの食べ残しが悲しくて、泣きながら食べ残しを食べていたのです。お母さんごめんなさいねばよそれからネバールくんは、お母さんが作ってくれたご飯を食べ残さず、ぜーんぶ、びっかんするようになりましたとさ。 おしまい。登録してれば。